よかった、誰も俺の周りにいなかった。それにしても今何時だ。寝室いたし、広間に誰かいるのかな。いない。誰か一人はいると思ってたんだけど。訓練場かな。そういえばゼッカとメリアの試合、どっちが勝ったんだろう。メリアかな。とりあえずお風呂入る前に顔だけ見せておくか。俺が寝ていた時の状況を確認しておきたいし。あれ、なんでバハートさんがいるの。後起きたんだね。結局私がお姫様抱っこしたんだからね。ありがとう。普通に背中に背負ってくれてよかったんだぞ。パト君も元気そうでよかったよ。そういえばみんなここにいるの。私たちはダンスの練習。じゃない？ちょっと特訓。メリアとネルはなんか知らない女の人を連れて別の空間に行ったかな。あとはコトカちゃんとか他のみんなはもう一室で気を失っている人と一緒にいるよ。気を失っている人？誰だそれ。知らない？でもお留守番していたコトカちゃんや耳開いてる、スキアちゃんまで来てたし、何かあったのは間違いないね。なるほど、何かの事件に巻き込まれたのかもな。だからルナは俺をあの場所に避難させてたのか。被害者は一室で気を失っている人、それで加害者は今ネルとメリアが尋問しているってところかな。状況は良くもまあ、こう頻繁に事件が起きるな。大会に集中したいのにさ、まったく。とりあえずまずはネルとメリアだな。加害者がもしいるなら情報が聞けるってもんだし。待ってたよ、すっごく待ってたよ。あ、バハートさん、その気にしてないと言ったら嘘になるけど、それでも私がこうやって覚醒したのはきっとあなたと一緒になるため。まだまだ何にも言ってないよバハートちゃん。ちゃんと先歩守ろうね。もう私ほどになると彼が何を考えてるかなんて手に取るようにわかるよ。ここで挑んだら絶対私が勝つよ。ごめん、ちょっとかな。吐く、いいかな。ねえ、なんでバハートさんあんなに俺に惚れてんの。とうとう心当たりないんだけど。でもキスはしたんだよね。事故でね、ソフィアが後ろから押した拍子にぶつかったんだよ。その時にキスする形になっただけで。まあ、それは私も証人になれるけど。でもネルから聞いたけど種族の本能的なものから来てるみたいだよ。種族の本能、何それ。竜族は自分より強い個体に惹かれて、天使族は自分よりも立場が上な同種族に強く惹かれて忠誠を誓うらしいよ。ああ、確かバハートさんも俺と同じ天竜族だったんだっけ。で、そんな理由？もはや俺じゃなくていい案件。でもせっかく好意を向けられてるんだから無下にするのはかわいそうだよ。後の覚醒もしてるわけだし、無関係ってわけにもいかないでしょ。そうだな。どうしよう。ねえ、私とも一緒に話して。ババ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 。世界的アイドルの私がここまでするのは君だけだよ。あの、三次元のアイドルに興味ないんで。大丈夫、なら今晩からでもずっと私に興味が向くようにしてあげる。ゼッカの時もそうだったけど、この子かなり強引だ。成功を重ねてきた人ってこんな感じなの。マグナで A の壁のシミを数えてた俺とは真逆の人生。とりあえずちょっといろいろ状況確認したいから俺はもう行くね。大丈夫、私、本気になれば外堀から埋めちゃうからね。雑誌とかテレビが楽しみだね。大ニュース、世界的アイドルバハートに交際相手発覚？って出だしかな。もはや脅し、ごめん、とりあえず行くから。何がダメなんだろう。ダメではないけど、押しすぎるとああなるのがパトだからね。でも強引すぎはダメだよ。私は面白いからこのまま見守る。寄り添う方が効果高いと思うんだけどな。それで、お前はどうやってその司教とやらになったんだ。悪魔に器として選ばれます。それで司教立候補者の中から紋章が体のどこかから浮かび上がれば司教になります。お前はなんで司教になった。定期的にお金が入るからです。どこからはわかりません。ですが軍資金ということで毎月100万ほど入るから、それで生計を立ててました。正直悪神教って何するかわかんないし、私はただその時の友達とノリで参加してたまたま選ばれただけで、悪魔とか知らないし。でも仕事をこなせば追加料金で何百万ってお金が入ってくるしで。メリア、いい提案があるのだがいいか。ついでに聞きます。内容によりますけど。おい、二択だ、選べ。ここで死ぬか、それとも私たち側について悪神教のスパイをするか、どっちがいい。スパイ？そんなことしたら。私も鬼ではない、報酬金は出す、そして命の保証はしてやる。正しい命の保証だけで安全の保証はしない。それはお前次第だからな。これで大体内容は分かっただろ、メリア。なるほど、ルザドルエデン、肉体と魂を連結させるってことですか。ですがこの汚らわしい女にご主人の恩恵を与えるのは気がつけますね。だが、情報は大事だ。こいつが勝手に危険な目に遭う程度なら安いものだろう。それに市長の一人を使って内部から崩してやれば面白いこともあると思うのだがな。私はすぐに答えは出せませんね。まずはご主人に聞いてからです。そうか、ならお前もしっかり考えておけ。死にたいならいつでも殺してやる。私は慈悲深いからな。体の一部を丁寧に潰して、最後は心臓にじっくり圧をかけて潰し殺す。
ずっとは？あ、いたいた、入るよ。主様？十分寝坊をかましてくれるじゃないか。どの宗派で葬式をするか考えていたところだ。いや、いっそのこと、全宗派の神主集めて合唱コンクールでもさせて盛大にお経でもあげてやろうかと思っていたぞ主様。ねえそれ、宗派違うんだからもはやただの騒音だよな。それでここに今回の事件の加害者がいると思ってきたんだけど、どいつだ。主様主様、ある意味主様も加害者だ。私に気を使わせ、普通か流してもらう側であろうお姫様抱っこを東京の街行く住人に見せつけてきたのだからな。利用はいくらでもあっただろ。姫は身長が低いからな、背負ったら足を引きずるのだ。なんで足持ってくれないんだよ、引きずる前提じゃんか。メリ、まだ途中ですよ、最後までしてくださいね。バカを言うなメリア、こんなお子ちゃまで社会を舐め腐ってる若者代表の主様に見せていいものではないだろう。ということで主様、まだこっちは要件は終わってないんでね、外で戯れておくんだな。とりあえず事件の大体の流れが分かればいいんだけど。ケタカの知り合いをそこの色物ビッチが誘拐して捕まえた。そしてみんなが慌ただしい中一人バカ丸出しの顔で寝ている白髪が一人。よしわかった。とりあえずことかと被害者のところに行くわ。それじゃあメリア、そういえばメリアと石化の試合結果と詳細、これが落ち着いたら教えてくれる。はい、ついでにあさってのアラン戦の対策も話しましょう。わかった、寝るも終わったら来てよ。俺の今日の反省会するから。いくらでも私に懺悔するといい。はいはい、懺悔懺悔。いくら乱暴なところを見られたくないとはいえひどくないですか。あんな甘い主様がここにいられたら拷問ができなくなるだろう。しかも拷問相手は女だ。天然たらしの主様だからな。褒められてしまっては困る。メル、もうそれ遅いです。なんだと。何あの人、まるで恋愛ロマンス漫画の王子様みたいな。白髪に銀色のね、ちょうど良い身長、しかもオタクに優しい優男感。二次元にしかいないと思ってた王子様がまさか三次元にいるなんて。きっと白馬で白と金がモチーフの王族の服のコスプレするともうそれだけでオタサー女子全員集めれるんじゃないかしら。ナナジョとアスジョとカルジョのオタサー女子仲間に後でリーチしとかんと。一目惚れだと、どうなっているんだ。オタク受けがいいんでしょうね。確かに漫画の王子様みたいなビジュアルしてますし。さすがはが主様だ。東京に来てとどまることを知らんな。次々と女を。さすがはご主人です。制裁の私にとって花高です。勝手に制裁ポジション取るなメリア。また反感買うぞ。手伝うならいいように伝えてやる。スパイやるか。やります。手が。とりあえず手伝え。こっちで勝つのなら面倒を見ないとですね。はぁ、また増えた。嫌になりますよ、本当。この化け物。か、言われ慣れたな。ミガドルイデンでもずっと不気味なことか言われたりしてきたし。言われたまま効率重視でやってきたけど、どうしても気分が乗らなかった。慣れてるはずなのに。エテル、そんなところで何してるんだ。機械だから風邪はひかないと思うけど、夏でも外にいたら冷えるだろう、中にいたらいいのに。どうしたの、エテル。主は物好きだね、もしかしてロリコン。人の優しさをロリコンと結果づけるんじゃありません。そもそも私が一方的に契約したのに、こうやって現実世界に出してくれるでしょ。別に何か役に立ってるわけでもないし。なのになんで私と一緒にいるんだろうって思ったんだよ。非効率でしょ、普通。エテルが現実世界を楽しんでるからだよ。どうせ暇ならいてくれた方がいいだろ、それだけさ。どうしたんだ、エテル。いや、わかんないなって思って。私ってミガドルエデンでもメンバーから煙たがられるからさ、なんで主は普通にそばに置いてくれるんだろうって。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も。お楽しみにー。